準備しないとね。準備はできてるな。グリアモールド、エリザベス様は安全な場所に避難させてある。ベロニカ様もついておられるし、そう簡単には逃げられないだろう。それはよかった。ではあとは我々にお任せください。何？エリザベス様は私たちが責任を持って王国へ連れて帰ります。せっかくの申し出だが断る。エリザベス様の保護はベロニカ様の役目だ。そうですか。ならば仕方ありませんね。ギーラ、いいのか。聖騎士長の息子だぞ。七つの大罪に襲われ、ベロニカ王女と共に非業の死を遂げる。それで十分でしょ。さあ始めようか。どっからでもかかってこいよ。さあいつでもどうぞ。さあどっからでもかかってきな。よろしく頼むぜ。よしか。どうです。まだだ。ここで喧嘩するんじゃねえ。ゴール。無駄でした。力を貸してくれ。行くぞ。手が離せ。じゃねえか。ゴール。何を企んでいるかは知らんが、軍法会議にかける必要があるようだな。厄介ですね。これ以上手こずるとこちらの予定にも支障が出てくるのです。貴様ら、いや、ヘンドリクセンの目的は何だ。何のためにエリザベス様を捕らえようとする。魔人族の復活。知らんが、リオラ、兵の噂だよ。騎士どもはやりたいよ。酒に合うチーズを食べる。
しとかねえと。団長もバンもさすがに強いな。つうか速攻で負けちまったキングに比べりゃ誰だって強いだろう。オイラだってもう一回やれば勝てるさ。どうだかな、ひょっとしたら師匠のが強いんじゃね。ん？俺か？あり得るな。いくらなんでも豚くん相手に負けるはずないだろう。んじゃ、エクストラマッチ開催決定。え？キングとホークに格闘試合か。全く読めんな。ちょっと話を勝手に進めないでよ。へっへっへ、俺が相手じゃビビっちまうのも当然か。なんだと？オイラも随分と舐められたものだね。いいさ、やってやろうじゃない。ホーク、これに勝ったら飯の量を倍にしてやるぞ。よっしゃー！ボッコボコにしてやるぜ！俺様が相手してやるぜ！それじゃあ始めようか。油断したね。バンブルビー！しなくたっていいじゃないか。なんつうか弱すぎだろ。さすがは猫と喧嘩して負けた男。なんだよ、二人がやれって言うからやったんだろ。まあまあそう興奮すんなって。キングちゃん、相手が悪かった、それだけの話なんだからよ。
悔しい。こりゃ相手が王女さんでも勝ち目はねえな。なんとか知らんがリオネスの滞在の噂で持ちきりじゃ。いいから飯くれ飯。なかなか気になる噂だな。しっかり準備しとかねえだ。ソロフィス出発するぞ。しばらくは近くの横断の村に身を隠すか。知らんが怪物どもがいなくなってなるほど。おい、豚子、しっかり準備しとかねえだ。暇つぶしにはちょうどいいね。行かせん。ここは倒産だ。おい、喧嘩が。
せん。ここは通さない。ファンタービスク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 。ここは通さん。笑って。暇つぶしにはちょうどいいね。行かせん。交代。知らんが大勢の騎士や行商が盗賊団にやらせよっしゃ。あんと断定してほんと仲がいいよね。喧嘩するほど仲がいいってな。
怪我しないようにね、豚。アンドルビー行きます。しょうがない、相手してあげるよ。知らんが、リオネスのお城には古くからの。あら、かわいい店員さん。なんでしょう、気になります。ずっと歩きっぱなしで疲れません。大丈夫、僕は結構タフなんだよ。おっと、邪魔者か。準備しとかねえだ。そろそろ出発するぞ。噂で。ジャイアント鎧の化け物ってなんだそりゃ。てっきり俺らを追ってきたと思ってたが。キング、見つけたぞ。まさか。ああ、奴に違いねえ。ゴートシン、ゴーゼル。ドーン・ロア、何度か嫌な噂を耳にしたことがある。オイラも王国側にいた時何度か見かけたよ。標的を殺すだけの任務につく最悪の戦闘集団だ。上等だ、こっちも遠慮なく好き勝手やれる。いた。この若造が七つの大罪について。正真正銘、俺はゴートシン、ゴーセルだ。ぜひ一度手合わせ願いたいところだけど。さあ、今日の私たちの任務はあくまであのアームジャイアントの首を持ち帰ることなのに。あの魔力を肌で感じた上で、まだ彼を倒せると。倒せる。
ならばやむを得ん。団長、しょうがねえ、加勢するぞ。さーて、やりますか。相手をしてやろう。あら、少しは楽しめそうね。これで、よし、頑張ろう。それ、の、チャンスだ。てたのかよ。お前はアンデッドバンカーということは、あの限りなく俺の知るメリオダスとウリ二つの少年はまさか。そうです、私が団長メリオダスです。ワンダフォー、気に入ったわ。ゴートシン、ゴーセル、あなたのその強さと伝説に敬意を表して引いてあげる。でも、もしいずれ七つの大罪の首を取れと命令に取れば、そのまあいいわ。バイバイ。バイバイ。崩壊したぞ。王国中の騎士も、聖騎士たちが何やらよからぬことを企んでいるとか見ない。確かめた方が良さそうだな。はじめまして、ゴーゼル様。私はエリザベス、リオナスの第三王女です。どうか王国を聖騎士から救うため、お力をお貸しください。承諾する。俺を七つの大罪に任命したのは国王だ。その娘の妖精とあらば断る理由はない。よし、七つの大罪も五人まで揃ったことだし、祝いに飲みますか。ああ、大抵毎日飲んでいるけどね。はい、団長、一体これからどこに向かおうってんだ。ひょっとして次の仲間の手がかりがあるとか。エスカノールとマーリン。んにゃ、その前にオートに潜入して剣を取り戻す。剣って、団長が奪われたドラゴンの束の。あれをこのまま放っておくわけにはいかねえ。
メンバーはまだ5人しか集まっちゃいねえが、5人もいれば十分に可能なミッションだ。ついてきてくれるな。めんどくせえからバース。取られたのは団長の落ち度だもんね。自己責任。言葉の意味は不明だが、共に戦うことに依存はない。もう一度装備の確認をしよう。これを装備すればいいのか。うん、興味深い。これを装備すればいいのか。いい感じだ。